民主化運動中国ジャスミン革命中国ジャスミン革命とは中華人民共和国で2011年2月20日に実施するよう計画されていたデモである。ジャスミン革命中国版ジャスミン革命と称することもある。デモの意義は国家現状である一党独裁制を打倒して民主化を呼びかけるというものであった。インターネットを利用した呼びかけが芝叩く間に 広がり13の主要都市で同日実施が計画されていた。予定地は大人数が集まったものの警察による限界態勢が敷かれていたため小競り合いは起こったが大規模な運動が起こることはなかった。19日以降に数多くの人々が連行されたり外出禁止された。政府による人民のインターネット利用の監視が厳しくデモの呼びかけなどの投稿があったならば削除するなどの 対策を取られた。チュニジアにおいて、長期政権を倒したジャスミン革命に触発され、62年間の長きにわたり、独裁政権を維持する中国共産党に対する反発が表面化、民主化を要求するデモがつぶやきサイト、美白を介する呼びかけで予定されていた。2010年ぐれに始まったチュニジア国内の騒乱は、23年間の長期政権を維持してきた。 ベンアリー大統領が2011年1月14日に国外に脱出して政権が崩壊するに至った。インターネット上でジャスミン革命とも呼ばれたこの事件は長期独裁政権が民衆によって倒されるというアラブ諸国では珍しい事例となった。チュニジア同様に中国でも中国共産党が強権的な政権を62年にわたり維持し、また、 貧富の差が激しいことも共通していたことから、当局は、騒乱の波及、すなわち、シュニジアからの革命の輸出を懸念していた。中国において、他人数が集まっての集会、すなわちデモは禁止されていたが、美白を開始、2月19日までに、レイオフされた人や、家を強制退去させられた人たちを歓迎します。デモに参加して、民主的、政治的な改革を起こし、 一党独裁制を廃止して、自由を手にしよう、中国の無薄を追放しよう、劉は並氏の釈放せよなどと、中国共産党一党独裁体制の打倒を求める集会を、北京市や上海市など13都市で2月20日14時頃に、デモを行うことが呼びかけられた。ワンフーチンに現れた、ハンズマン米大使治安当局は武力をもって、これらのデモの鎮圧を図った。 上海の人民広場に集まった若者4人は強制的に連行。南京市でも民衆50人が繁華街に集結したが、警察隊との睨み合いの末解散させられた。北京の天安門広場には、私服警官含む数百人の警官を、動員、数十台の警察車両も集めるなど厳重な警戒態勢を敷いたため集会は行われなかった。新陽市では、 日本総領事館職員が間違われて拘束される被害を受けている。また関係者によれば、前日の19日夜に複数の民主活動家宅に20日は外出しないようにと警告され、翌早朝から複数の警官が自宅周辺を取り囲むなどの難禁状態に置かれていた。さらに、北京の繁華街ワンフーンに集まった群衆の中には来年秋の米大統領選に 共和党から出馬するための準備を始めたために間もなく、退任予定と言われるジョン・ミード・ハンツ・マン米大使もいたことが判明した。米国大使館は、大使が現場にいたことを認めた上で、偶然通りかかっただけと釈明している。ワン・フーチンでの様子、中国ジャスミン革命集会の呼びかけをインターネット上で転載したとして、拘束された前後も非当局は、 デモに関する書き込みは即座に削除しているが、今後は一段強化することを決める。闘争初期国均党は、デモの前日、ネット世論を誘導するメカニズムを完備すると表明している。また、集会の呼びかけを紹介した、アメリカの中国語ニュース、広島人新文網が何者かによる、ハッカー攻撃を受けアクセスできない状況になった。中国政府は、 国内のメディアに事件を一切報道しないよう通達を出した。中国中央テレビなどのサイト上では、胡錦濤国家主席がケニア訪問時、中国の歌、ジャスミンを若者らと合唱した場面の映像も視聴できなくなっている。チュニジアの政変、ジャスミン革命との関連を意識し、敏感に反応していると見られている。ネットでは、今後、毎週日曜日、 同じ場所で引き続き集会を開催すると呼びかけられている。次回は2月27日に北京、上海、ラサやウルムチなどの18都市にて了解という作戦名のついた集会結構を呼びかけている。北京大学の大学生や大学の教員に対して外出を禁じる通達が出されていたことが判明し、中国当局が大学教員などにも 監視の目を広げていることも浮き彫りになった。集会は今後、毎週日曜日に呼びかけられており、今後も外出禁止令は続くものと見られている。両年省新用市では2月20日、ウィーン条約に違反し、中国公安局によって、日本総領事館の官員が一時的に拘束される、事件が起こった。後に、中国政府は、この件に対して、日本に謝罪した。なし。 ありがとうございます。